皆様こんにちは。ちょっと遅れました。申し訳ございません。ちょっと場所を変えて今日リビングの方で、部屋がちょっと暗くなってきたのでリビングの方で、場所を移動して紹介したいなと思っています。で今日はデコレクションズさんとのコラボキットでこういうポシェットを作っていきます。で、レシピの方はこちらにあるんですけど、一応ご購入者様のための、まあ、ワークショップのような形になっているので、ちょっとサイズの方の公開はできないんですけれども、実際に全部裁断できるような生地が入っているのと、こういう作り方のレシピが含まれています。で、およそこれと同じ通りに進めていきたいと思いますので、裁断済みからですね、早速縫っていきたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。ちょっと時間がないので今日はパパッといきますね。はい、じゃあよろしくお願いします。ちょっと今日角度が違うのでこっち側が見えるんですけど、もし見えにくいなって言ったらちょっとコメントの方から教えてください。それで、早速縫っていきたいと思うんですけど、久しぶりのワークですか。はい、じゃあですね、いきますね。一応アイロンの方も用意してあるんですけど、ちょっと時間ぴったりで、1時間みっちりやっていきたいなと思ってます。はい、じゃあ早速ですね、試し縫いからスタートしていきますね。試し縫いは、この生地2枚を重ねて、2枚重ねて縫っていきます。はい、でそれでバーって1回縫いますね。で糸切ります。で糸調子を見ていただいて、上糸と下糸の調子ですね、まあ、問題なければそのまま進めていきます。はい、大丈夫ですかね、このぐらいの画角で。もう少しミシン寄りの方がいいですかね。ちょっと遠いけどね、この辺の方がいいのかな。この辺で私がぶつからなければいいのかな。どうだろう、どうですかね、どうですか、大丈夫そう。コメントもらえるともうちょっと低い方がいいとかありますか。縫ってるところはちょっと見えにくいかもしれないけど、少しだけ下げてみますか。よ、このぐらいになるとどうかしら。こんな感じ、こんな感じになってちょっと近寄れば大丈夫。あ、本当ありがとうございます。一人でね、画面向かって喋ってんですけどねねえ、変ですよね、本当に。よ、ちょっとこれで行ってみますか。はい、それでは早速ですね、レシピを見ていくと、最初初っ端からこのファスナーをつけるというところから始まるんですけれども、一番最初からファスナーをやってしまうとちょっとミシン慣れないので、一番最初はちょっと一番最初に慣れるように内布からですねスタートしていきたいと思います。内袋の作り方は、4番、四角4番内袋を作る、見えやすそうです。大丈夫ですか。あ、裁断間に合わなかった。あ、大丈夫です。はい。内袋を作る。こちらからスタートしていきますね。これちょっとどんなバッグもそうなんですけど、内袋から作るといいですよ。はい。でこれでまず、私切るの忘れてたかな。ここをまだカットしてなかったんで、ちょっとそこのカットがありますね。まず上から待ち針を留めていきます。袋口のとこですね、上から待ち針を留めていきます。でこうやって待ち針留めたら、縫う方向は袋口から縫っていくので、こっちから留めますよね。で反対も一緒の面でこう待ち針留めがちなんですけど、同じ方向から縫っていくために面を変えて待ち針を留めますね。これ覚えておいてくださいね。はい、ちょっと今日はね、時間気にしながらやらないといけないのでね、急ピッチですね。それで
底待ちを横2センチ、縦1センチをカットしますって書いてあるんで、もうちょっとここのところを手でこうしっかりと押さえて切るときね、皆さん一緒ですね、ここまでしっかり待ち針で留めてください。結構ね、待ちは小さいので切り落とさなくてもいいんですけど、切っておくと底作るときにすごく楽なので、それで横2センチ、縦1センチですよね。まず横2センチのとこ印つけます。で、縦1センチ、印つけますね。横2センチ、縦1センチ。本当はね、BGM とかね、かけたいんですけどね、BGM かけると、YouTube に公開できなくなっちゃうんで、ね、ちょっとシーンとしてますけど、私のおしゃべりで許してください、うるさいけど。で、こういうふうに2センチ、1センチで描いたら線の上を切っていきます、はい、で反対も同じこと繰り返しますね。結構たくさんの方見てくださってありがとうございます。今回ストーリーで時間のアンケートを取ったら、意外とね3時っていう方多くって、あと夜の9時が2連投であったんですよ。一緒にいるのかなっていうぐらい別々のアカウントの方が連投しているのかなっていう、なんか9時っていうことがあったで、9時はねちょっと顔を出せるのかちょっと自信ないんで声だけになると思いますけど、同じ場所でやるのでちょっと暗いかもしれないですけどね、明るい時間のうちにダーって縫っていきたいと思います。さあ、それでは1センチで縫うんですね。1センチで縫うので、このマスキングテープをこの間も紹介したと思うんですけど、このマスキングテープをこのミシンのガイドのこの10のところ、10って書いてあるところがあるんで、ここに合わせてマスキングテープをまっすぐにですね貼ってあげますね。これ初心者さんだけじゃなく、ミシンに慣れてる方でも暗くなってきたりとかするとやっぱり曲がってきちゃったりとかするんで、これねやっとくといいですよ。この片側に返し口を残すんですけど、返し口って後からやろうとすると絶対忘れちゃうので、最初にもう印をつけて、一番最初に縫う時に返し口を作っておくといいです。で、こういうふうにだいたいどのぐらいって、まあだいたい7、8センチあればいいかなと思うんですけど、これな、あ、10って書いてあるね、10って書いてあるんで10センチちょっと正確にいきますか。私はね狭くても出しちゃうんですけど、手縫いの幅が増えちゃうんで短くしちゃったりするんですけどね、まあ10ぴったりじゃなくても。あ、ガッちゃん見てくれてる、嬉しい。はい、そしたらじゃあ1センチのところ縫っていきますね。で、キルティングはちょっとふわふわしてるんで、余計ねしっかり待ち針留めていかないといけないですね。で、布をちょっと送っていただいて、1センチ、大体この1センチ先のところに針を下ろしますね。針を下ろして押さえを下げます。で、そしたら返し縫いからスタートしていきます。で、縫い目の長さは今 2.4 にしてるんですけど、これを3に、ちょっと画面変えないですけど3に変えてください。3、縫い目の長さを3に変えてください。キルトの場合は3の方がいいですね、はい、で、これで縫っていきます。で、返し縫いの線のところを来たら、ここで返し縫い、あ、返し口のとこですね。で、返し縫いをしっかり、ここね30縫いぐらいしておくといいですよ。戻す時にくっついて切れてきちゃったりするので、はい。そしたらこのバッテンのところを過ぎてこのとこまでいきますね。そしたら縫い止まりの縫い始めかところから針を刺して、ここも返し縫いしていきます。
もうね、あの作られた方多分いらっしゃると思うんですけど、ね、復習のようにして見ていただけるといいなと思います。で、こういうふうに1回縫えましたよね。縫えたところでここ返し口っていうのが残ってます、ね、で今度反対も同じように袋口、ここの袋口ですねのところから縫っていきます。で1センチ先に針を下ろしますね。でもね、必ず両手を使って縫うのをおすすめしてます。あの手でボタンで押すミシンは一時流行ったんですけど、今あのフットコントローラー付属品にはないので別に買わないといけないんですけど、もしね上達したいなと思う方はもうフットコントローラーを一緒に購入されることをおすすめします。でこれで返し縫いしますね。はい、縫えたところでここの底のとこですね、底のところをこう広げて、こう広げる、見えるかな、こんな感じでここの縫い合わせのところと、こうちっちゃいんですけど穴はここを真ん中にこう合わせると、こうあったものですね、こうあったものをこう合わせて、こう合わせて、でここのとこ目打ちでねしっかりこう開いてあげて、でここを1センチで縫っていきます。で、ね、そしたら反対側も同じように縫っていきます。同じようにこうやってね、輪広げて中心に来てるっていうのを確認してから縫いますね。でないとね、ちょっと斜めに曲がっていっちゃったりするんで、でここは1センチってなってるんですけど、例えばこういう押さえの端を使っても大丈夫です。そのぐらいだったら、多少だったらそんなにね誤差は出ないので、で今回 の、 あのレシピでもキルティングの方はわざとあの量を減らしてるんですね。ちょっと出来上がった時に、あ、いかないな、出来上がった時にちょっとキルトがゴワゴワしちゃう時があるので、それの調整でちょっとサイズを変えてます。で、切る時も最初に言えばよかったんですけど、あ、後ろから見た方が分かるかな、サイズの方があの切りやすくしてやって、このひし形のところのちょうどこういうとこですね、こういうところを切れるようにサイズ調節してます。ここ、こういうとこですね。で、真ん中に取るのも、これ今真ん中、今ちょっとこう縫い合わせのところをこう合わせてですね、ここ真ん中のところ見ると、ここのひし形のここのところが真ん中になってるんですね。そういう風になるように設定してます。で、これも合印、ちょうどいいんで入れちゃいます。縫い合わせのところをこう合わせて、ここでちょっと待ち針止めますね。そしたらキルティングとかも線があるので分かりやすいんですけど、だんだんこんがらがってきちゃうんで、こういう風に見えるかな、こう輪にして、このハサミでちょっと見えますかね、斜めに切るんですよ。そうすると広げるとこういう V の字の印になりますね。これをつけていきます。これね、一番最初にちょっとやる予定だったんです。いきなりちょっとねミシンしちゃった。でこれも反対側も同じようにこう合い印ですね入れておきます。そうするとこういう風に V になりますよね。でこれでもう内袋が出来上がったという状態になります。でこれはもう置いときますね、はい。そしたらじゃあファスナーやっていくんですけれども、でファスナーをやっていく前に、今言ってた合い印を全部つけていっちゃおうと思います。全部同じ
工程なので、こういう全部あのこれはあの表側の生地とこっちは後ろ面になる生地って今ね分けてるんですけど、これそれぞれに上下に三角の先ほどの合い印をつけていきますね。こう輪にしてこうちょっと切るんですよ。大きく切ると切りすぎるとこうすごい大きい V になってしまうんで、大きい V にしない、だいたいこのぐらいですね、こんな感じになるように。で、合い印って、まあ、ノッチって言うんですけど、ノッチで直線に印をつける部分もあるんですけど、面と面を合わせる場合はこの方法をおすすめしてます。まっすぐになっちゃうとあの見えなくな、見つけにくくなっちゃうこともあるんで、どちらでもいいんですけど、この方があの重ねる時にね気持ちよく重なりやすいん でこれをねひたすらちょっとやっていきます。ちょっとね目標は表袋完成なんですけど、大丈夫かな、ちょっと頑張りますよ、はい、でこれをねひたすらすごいね細かいあのゴミが出るんですけど、すべてね最初にやっとくと楽ですね。で例えばねあの上下が分からなくなりやすい、あの柄とかだったらいいんですけど、例えば花柄でこっちを上にしようとしてたのにこっちが下になっちゃったっていう場合にも、例えば下は三角にして上は線にするとかっていう合い印の つけ方を変えてみるとかね、する時にも役立ちますね。合い印ね大事ですね。これね忘れると歪むんですよね。あと裁断もそうですけど、裁断の時に一緒にもこれをやっておくといいですよね、はい、でこれであとじゃあ後ろ面の方も全部ちょっとやっといちゃいます。あの縫った後にやる場合もあるんですけど、ちょっと今日はこちらの方法で、あの縫い代がね例えば1センチで縫ってるのに少しずつ膨らんじゃったりとかしてずれちゃったりとかするものもあるんですよ、まれに、ね、なんかそういうこともあるので、後から合い印を入れるっていう方法もありますね。ぴったり合うのが一番いいんですけど、今日はでも明るくて良かったです。さっきね一瞬暗くなったからちょっとあもう今日もダメかなと思ったんですけど、だいぶね散らかってきちゃったこれ。はい、じゃあこれで全部合い印入れ終えたところですね。で本当はねパスの後にしたいところなんですけど、ちょっと最初の方がまだ集中力がある時間なので、最初にちょっと細かいのを先にやっておこうと思います。はい、じゃあファスナーはですね、これまたファスナーの付け方は1番、これですね、2つ折りにしたタブを置き縫うってなってます。これですね、このタブを2つ折りにしてここのファスナーのところに重ねます。でこれ3センチってなってるんで、ファスナーの幅に本当は合わせるんですよ。で後に切るので、今こうやってちょっとはみ出たとしてもこのままいきますね。でこれを上下で留めます。で一番あの困るのがこっちのところなんで、この開いてる方ですよね。そっか、先に切っといた方がいいか。あでもこれ3センチ。私なんでこれ大きいんだろう。あ、タブがちょっと私大きかったかもしれない。
あれ3センチこれ、あ、ごめんなさい、最初にファスナー、まあ、どのファスナー使ってもいいんですけど、ファスナーのこのね、幅に合わせてくださいね、ぴったり。これちょっと大きかった。ファスナーの幅に合わせてください。あの25センチのファスナーってまああんまりないんで、ちょっとね違う方法もあるので、もし時間あったら後で紹介したいと思うんですけど、このねファスナーによってはあの 2.5 センチでいい場合もあるんですよ、ファスナーの素材によって。で、今回のデコレクションズさんのコラボでこの25センチを特注で作ってもらったので、通常は販売されてないサイズになりますね。でこのどうしてもこのリングをねつけたかったんですよね、ちょっとこだわっちゃって。で接着芯を使わずにやりたかったので内側をキルティングにしました。接着芯ってあの最初初心者の方がやるとやっぱりあの圧が弱くって剥がれてきちゃったりとかして、あの縫ってる途中でベロ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 しちゃったりとかして、ちょっとねあのやる気がダウンしちゃうかなと思って、できるだけ私のあのレシピでは接着芯を使わない方法を選んでるので、もっとバリッと張りが欲しいっていう方はあの接着芯後からつけてもいいかなと思います。ね、慣れてる方はねそこに接着芯を貼ればいいってわかるでしょうけど、初心者の方はわかんないですからね。はい、でこんな感じでファスナーのこの開き口の方もここを広げてですね留めます。ただこれ慣れてるから私なんかいいですけど、もしあの開いちゃって困るわっていう方はここを一回ねあの縫った方がいいです。ここ手縫いでちょっと縫って留めとくんですよ。それからやるとずれにくいですね。で私もあのちょっとこれ一発で終わるできるかちょっと心配ですけど、でこれで一回止めたところで全体が32センチになる。32センチっていうのはこれと重なるんですよね。これと長さが同じようになるかをちょっと見ないといけないんで、あんまり短くしすぎちゃうとダメですよね。あ、これちょっと離れちゃってますよね、見えてないか、離れちゃってるんで、これを少しまた調節します。あ、そっか、これで一番やりやすい方法はどうなんだ、こうしてこうで1センチ、あんまり余らないんですね。なんかっていうのはね、あの実はこのキットをやってた時ってまだ25センチのファスナーがなかったんですよ。で、実際には50センチのファスナーを使って試作をしていたので、ちょっとこの余らす加減がまだ分かってなかった。意外と、まあ、5ミリずつぐらいですね。5ミリずつぐらい開けて止めた方が良さそうですね。そうするとちょうどかな。そうすると大体、まあ、同じぐらいの長さになりますね。ここを大体5ミリぐらい開けてみてください。でこっち開き口の方はもうちょっと締めますね。もうちょっと締めて、あ、でもこのぐらい開いてたらあれかな、普通の押さえで縫えるのかな。普通の押さえで縫うと、あ、でもダメか、ちょっとやっぱ片押さえに変えていきます。片押さえに変えて、まずこっち側を縫うときは針を左側にして押さえを止めます。左側に、ね、なるようにして、はい、それで縫っていきます。よし、じゃあ縫いますよ。あ、これだとちょっと縫いにくいか、こっちにして、こうですね、大体5ミリぐらい開けるといいかも。ではこれでちょっと細かいんですけど、こうやって刺した時にこうやって糸がね輪になるじゃないですか、皆さんの嫌いなのクシュクシュってやつですよ。これなりやすいので糸は必ず後ろの方に
置いてくださいね。で下げて、でこう待ち針も外しちゃったら目打ちでねグッとも刺すようにしてやっちゃって大丈夫。はい、で返し縫いしたら前に進みますね。しっかりね目打ちでグッと押さえておけば待ち針の代わりになります。でここも難しかったら無理に返し縫いしなくていいんですけど、できたら返し縫いしてください。見えてます？大丈夫かな、これが大丈夫かな。まあ、こんな感じですね。縫い終えました、はい、こんな風に今縫ってたとこですね、はい、じゃあ反対側も縫っていきます。終わるかな時間内に。ちょっとね不安になりますよね。夜にねあんまりミシンやりたくないんでね、できるだけ進めたいですね。はい、で少し閉じてあげてから縫うとよしかな。はい、じゃあこれで出来上がったところで長さを一回確認しますね。まあ大体あ大丈夫ですね。長く切るっていうのはなさそうですね。じゃあでこれでファスナーの長さがこれ大丈夫そうなんで、これで真ん中を印つけます。で、さっきと同じように三角をつけるわけですね。同じようにして、輪にして、ファスナーにも三角。でもファスナーは縫い代が7ミリしかないので、あんまり大きい三角作っちゃうと結構えぐっちゃうので気をつけてくださいね。まあ、何回か切っていくうちに綺麗なね、V ができてくるので、慣れていくといいと思います。でこれで、はい、私の三角切ったやつがどっか飛んできました。でこんな感じになりますよね。そしたら、表面ファスナーポケットを奥から表に重ねます。これはこっちってやってたから、これはこっちで、あれ私混ぜちゃったかな、またこれはこっちだよね、これはこっちだから、こっちでいいのか。18センチの方ですね。18センチと 18.5 ってあるんで、ちょっと長さが微妙なのあるんでね、間違えないようにしてください。で、オックスの生地は表裏を見るときに、まあ、つれてるところがなければ、あとこういう、なんだろう、これちょっとモサモサしてるのとかも、そんなにね裏を持って問題なさそうなんで、そのままいい状態の方を表面として意識して留めてください。でファスナーは裏面にします。裏面ね、こんな感じで裏面にしてください。で裏面にしてここのとこですね、ここのところをさっき合い印つけたところでここぴったり三角で埋まります。これがね結構気持ちいいですよ。でこれで合わせて真ん中止めて、脇止める前にごめんなさい、ファスナーをこの脇タブのこのはみ出てるところは切り揃えておいてくださいね。あんまりね切っちゃうと細くなっちゃうんですけど、ちょっとここは切り揃えておいてください。長さをね、ファスナーと同じ幅に、はい、すごいな、ゴミがこっちもかな、こっちもファスナーと同じ幅に切り揃えておきます。見えてないと思ったらガッツリ見えてた
汚いね、これちょっと。すいませんね、本当に。普段はね、ゴミ箱の上でやっちゃうんですけど。よ、じゃあこれで待ち針を止めていきます。やばい、もう40分になっちゃった。もう30分経ってるってことですよね。あ、もうこんなん絶対終わんないじゃん。よと思うとね、無口になっちゃう。でちょっとあのアジャスターをこう少しずらしておいてください。まあ、真ん中辺ぐらいまでずらしておいて、待ち針は止めておきますね。で最初に5ミリで縫っていきます。で5ミリの線はだいたいファスナーのところ、まあ、これ見えなかったらちょっとね印をこうやってつけておいてあげるといいんですよ。だいたいこの折りのところのちょうどね線がうっすら見えるんですけど、こういうところなんですけど、もしねあの見えづらいわっていう方はちょっと線をピーって引くんじゃなくて、こうやってねちょっとあの自分の誘導するためにこう少しずつこうちょんちょんって印をつけておくんですよ、ね、こんな感じで。これソーラインさん の, あの自然に消えるペンですね。最近ちょっと今よく使ってるペンなんですけど、これを使ってで、ファスナーの押さえの向きは先ほどと同じで、アジャスターの方に押さえが乗らないようにファスナーあの針は左側、押さえは右側の方に来るようにしておいてください、ね、で、5ミリで縫っていきます。これ端から端までですね、縫っていきますね。で最初の縫い始めは1センチ先に針を下ろします。この辺まで来たらもうアジャスターを元に戻して大丈夫です。押さえをね上に上げてアジャスターを元の位置に戻してあげます。で押さえすぎますね。でしっかり止めて、これはね仮縫いなんですけどしっかり縫っておくといいです。状態で今あの最初に印をつけた5ミリのところを縫えたところですね。はい、ね縫えたところ。で次に、はみ出したタブは裏側から切っておくってあるんだけど、はみ出したタブはないので特に切っておく必要はないです。ただね余分な糸とかはまめに切ってくださいね。はい、で次はストライプを中表に重ねます。ストライプの生地ですね。この生地を中表に重ねて、やっぱりさっきと同じこの三角のところで重ねます。で、縫うのはこの縫い目が見えてるところを上にしてください。最初に縫った面の縫い目が見えてるのを上にして縫いといです。はい、でアジャスターは今このここにあります。ここにあるんですけど途中で動かすんですけど、一回はここで止めておきますね。アジャスターをねずらすってことを忘れないでくださいね。はい、で、次は7ミリで縫っていきます。で7ミリ線はここのところに線があるのでこれをずらしてもいいですし、もしね自分でできるわって方はそのままでもいいんですけど、一応こう7ミリで合わせていきますね。ただ最初に5ミリで縫ってるのでその脇の2ミリのところを縫うっていうふうに意識してもいいと思います。はい、あとはね、だいたいこのファスナー押さえの端っこのところに重ねても、布端を合わせても大丈夫かな。だいたい同じぐらいの位置に来ると思います。
りぐらいですかね、まあ、ぴったりっていうか、まあ、少し気持ち抑えめぐらいにするといいのかな、はい、ちょっと私はこれどかしていいですか、ちょっと線見えた方がいいな、この7を見ながらね見る方がいいので、それで、アジャスターの硬いところですね、開くところに近づいてきたところで一回針を止めて押さえ上げますね。押さえ上げたらこのアジャスターをこう横に奥にずらしてあります。でずらして必ず平らな状態にしてまた押さえを下げますね、はい、で最後まで縫っていきます。これだけは絶対忘れない方がいいですね。忘れて縫うとどうしても曲がってしまいます。これで2本線が縫えたような感じになりますね。横で、まあ、5ミリの線と7ミリの線ですね。で、そしたらリングスライダーを出て倒す。あ、ここですね。で、これでアイロンでやっていくんですけど、ちょっと時間ないので少し手アイロンでやらせてもらいます。アイロンでやるときはこんな感じにして一回こっちで倒してですね、ちょっと私これでやってますね、倒して一回アイロンでこうやって押さえちゃうんですよ。コロコロ、これねクロバーさんのコロコロオープナーってやつなんですけど、なかなか手で指先でやるよりもいいので、ちょっとでこれで一回こうやって押さえますよね。押さえたところでこの反対側の方も下ろします。こっちも下ろします。しっかりね、浮いてきちゃうので、ここはね、しっかり下ろしておくといいですよ。なんかファスナーポーチとか作るときとかも、こういう手間をね少しかけてあげると、ここの内側縫い終わった時に内側がちょっと盛り上がっちゃってるっていう時多いと思うんで、そういうのねちょっと気をつけてみてあげるといいと思います。でそうするとしっかりと下がった状態で際のミシンをかけられます、はい、でこれで一回待ち針で留めますね。中心のところをしっかり、これでね指でねこうやってしっかり下ろすんですよ。それでも下ろしてちゃんと止めてあげます、はい、下ろして止めます、はい、下ろして止めます、下ろして止めますね。そしたらここの際のところを縫っていきます。ちょっとホワイトだけ変えますね。で緑色の糸ってあんまりないと思うんですけど、こういうね濃いグレーの糸を使うと比較的目立ちにくいので、同じ色を探さなくてもちょっと濃いめのグレーを1個用意しておくと、どんなものでも意外と使えますので、よかったらね参考にしてくださいね。薄いグレーだと白っぽく、結局白っぽくなっちゃうんで同じなんですけど、で今度押さえを逆に右側に今ね左の方についてるのをこの右に入れ替えます、はい、で右に入れ替えると針が右に来て押さえが左に来るという形になる。アジャスターのこの金具の上に押さえが乗らないようにするってことですね。これで、この際のところを2ミリぐらいのところですね縫っていきます、はい、これも返し縫いして、これね返し縫いが長いと、返し縫いが長いと表に丸見えで響いてきちゃうので、ちょっと気をつけて
ちょっと開いてる方がやりやすいかな。ここを縫っていきますね。でこのぐらいまで来たらもうアジャスターを元の位置に戻してあげます。必ず平らにして縫うってことですよね。かもしれない。まあいいか、もうほどいている時間はないので。だいぶね、際を縫って際縫いすぎちゃってる。1ミリぐらいになってますね。ちょっとね、際すぎてちょっとだいぶ際どいとこいっちゃった。2ミリどころだな、まあ、1.5 ぐらいのところかな、縫ってますね。これね、2ミリぐらい離して大丈夫ですよ。あんまりなんかキワキワでもね、あの縫い代が浮いてきちゃうかなと思うんで、このあたり。そしたら、タグをつけていきます。で、こういう風に縫っていくと、結局こうやってちょっとはみ出てくんですよね、ずれてずれて。で、これは後でまた調節するので、もうこの辺は気にしないでくださいね。はい。そしたら、次は、長い布、これですね。この長い布を重ねていきます。この布をこのファスナーの上に重ねて待ち針で留めていきます。で、見るのはファスナーの面なんで、また逆にしてこのところを待ち針で留めますね。で、端と留めて、端を留めて、なんでだ、ずれてる、はい、じゃあまた先ほどと同じように5ミリで縫っていきます。で、5ミリで縫うときまた押さえをですね、逆に変えるのを忘れないでください、はい、で、5ミリで縫っていきます。で、アジャスターの位置にまた近づいてきたところで一回針を止めます。で、止めたらアジャスターをまた向こう側に動かしてくださいね。はい、他に動かして、でまた5ミリで縫っていきます。で、今この状態で5ミリで縫えたとこですね。で、それで今1枚が終わったところですね。で、次は大きい面ですね。大きい面のここですね、グレーの生地を今度また重ねて、でアジャスターの位置は元の位置に戻しますね。また同じように7ミリで縫っていきます。ちょっと糸変えないでそのままでやっちゃったけど、で、これは最初から7ミリで縫っていくんですけど、今度アジャスターがこっちにあるので、もう最初から半分ぐらいのところまでずらしておきます。で、ずらしておいてから
塗っていきますね。あ、T シャツエコバッグ作ってくださってありがとうございます。すごい簡単でしょあれ。あれはマスクからヒントを得てるんですよ。はい、じゃあ返し縫いしますね。ちょっと焦ってるんで少し早めに進みます。でこの辺でアジャスターが今来てるんでまた元の位置に戻してあげますね。7mm のところ塗ってますね。ここに7って書いてあるところを布を重ねて合わせてます。でこれで 7mm 縫えたところで表にこう上に上げた時に気をつけなきゃいけないのはここのタブの幅がここで同じになってるかどうか。もう奇跡的に合っててよかった。こんな感じですね。ここを終わった時にこの際ミシンを縫う前にここの幅が合ってるかどうかを確認してください。ここ結構ね、縫い代でずれちゃったりとかするんですけど、こんな感じでぴったり合ってるといいです。そうすると次の工程進む時に綺麗に仕上がります。で一つ一つ一回作業を止めてやるのが大事ですね。手間ですけどね。でもまあ綺麗に仕上がるので一回一回確認するといいですよ。そうするとねちょっとまあなんか早く仕上げたいっていう気持ちはあるんですけど、なんかねそういう風にやっていくと最終的にはほどくことが減って綺麗に仕上がります。はい、返し縫いを1センチ先から変えるだけです。上糸を58分、あと10分ぐらいかな。無理でしょ10分で。なんかもちょっとマッハでいきますか。じゃあちょっと明るいうちに頑張りたいから。よ、そうしたらこう今度は逆にするんだね。逆にして今度ここの際のところを縫っていきます。でアジャスターを少しずらしておきますね。でアジャスターをずらし際のところを押さえて、で1センチ先に針を下ろします。毎回1センチ先に針を下ろしてください。で返し縫いからスタートします。そうすると待ち針の代わりになるんですよ。この方法をおすすめしますよ。最初から端っこで縫っていくとクシャクシャクシャーってなりやすいんで、これを癖をつけるとですね、とても他のものを縫うときも縫いやすくなってきます。ちょっと大丈夫かな。焦るとね私もあんまり良くない。なんかここがもわってなってる気がするんだけどな。大丈夫かな。でファスナー押さえがアジャスターのこの金具に当たってないようにちゃんと確認してくださいね。集中しすぎるとねこのアジャスターを変えるのを忘れちゃったりとかして一生懸命縫っちゃう時ありますね。はい、目打ち使い始めました。よかったです。目打ちね使うと便利ですよね。でこれで今表面の
パーツが出来上がったというところですね。で、ここにタグをつけていくんですけど、タグね、タグはちょっと置いといて、でも大丈夫かな、あと9分か、やっちゃいましょう。じゃあこれはタグはちょっと置いといていただいて、タグはねちょっとつけといてもらおうかな。じゃあちょっとタグはつけといてもらうことにして、後ろ面先にやっちゃいます。で、後ろ面は、こっちも表裏確認して、表面とこのストライプの表面を重ねます。で、同じようにこの三角のとこですね、三角のところで重ねて1センチで縫っていきます。で、押さえをまた元に戻していきますね。そしたら1センチで縫います。で、1センチで縫うときはまた先ほどのマスキングテープを使っていきます。で、今どこをやるかというと、もう表面が出来上がったというところにしていただいて、後ろ面ですね、外布の後ろ面を作るというところ、1センチ縫うっていうところからやっていきます。ちょっと省略しちゃいますね。在庫2台でした、良かったですねはい、じゃあミシンね、購入されたこと結構多いと思いますよ、今。はい。よかったですね。あのね、自己投資って本当に大事ですよ。自分の意思で決めて、買ったものっていうのは長く愛する道具になりますよね。キッチンとかの鍋とかもそうですもんね。なんか高いのってすごい悩んで、買うと長く使うじゃないですか。それと同じですよ。しかもなんか皆さんおっしゃるように20年前のミシンを使ってるっていうのいうように、ミシンって本当に壊れないから、いいものを買って長く使うっていう考えをね、切り替えていくといいですよね。安いのを2回買えばいいっていう考え方もあるんですけど、いいものを買うといいものが出来上がっていくんで、で、1センチで今縫い終えたところで、またアイロンの代わりにコロコロやるんですけど、この時に縫い代をこのストライプ側に倒してください。ストライプ側に倒す、こっちね、肩倒しっていうんですけど、片方に倒します。縫い代開かないです。で、これでさっきと同じようにちょっとコロコロやっていきます。そろそろね、時間が出てきちゃうような気がする。ちょっとこれちょっと大急ぎで頑張ってやんなきゃ。で、こうやって倒して、ここのところをこういう風にポケットの口になるところなんですけど、こうやってちょっと縫い代の部分がですね、ちょうど折れるような感じになります。これでしっかりと待ち針で留めてください。これはね、待ち針の向きは自分の、刺しやすい方向で、縦じゃなく、こうやってやらなくて大丈夫です。これはしっかり留めてほしいので、このところしっかりと留めてください。ミシン屋さん教えて、DM してください。公開してますけどね、DM くだされば、アドレスを送りますよ。ミシンショップつるやさんですけどね、はい、何度もねここで紹介してるんですけど、おじさんは多分私のことは知らないと思う。で、これで、ここの上を、ここの上を縫ってもいいですし、ここの下を縫っても大丈夫です。上でも下でも大丈夫で、じゃあ私は上の方を縫っていこうかな。落としミシンって言いますね。落としミシンでもどちらでも大丈夫。ちょっと時間大丈夫かな。残り1分52分。じゃあこれを縫って終わりですね。ここ
袖でぐーっと縫っちゃって、あっという間ですね1時間だからね。私のね挨拶いらないんじゃないかと思ったんですけど、娘がやっといた方がいいんじゃないのって言うから言ったんですけどね。あの夜はなしで行きますよ、どんな格好してるか分かんないです私も。はい、なかなかあれですね。でもまあ内袋もできたし、はい、まあいい感じではいけたかな。はい、残り1分なので、じゃあここで1回止めたいなと思います。はい、あ、1回止めたいけどここで1回待ち針止めとこうかな。でこれで待ち針を止めておくところから始めていきますね。ではみ出たところとかは皆さんあの切り揃えておいてくださいね。でここからじゃ あの夜の部になるんですけど、夜の部でスタートしていきたいと思います。はい、夜続きなんです。なんね、夜ね見えるかな、本当に見にくくなると思います、今よりずっと。このね続きしたいんですけど、なんかちょっと試しにねやってみてもいいかなと思ってます。はい、でちょっとあのライブ中ちょっとできないと思うんで、暗くてこのタブだけつけといてくださいね。はい、じゃあまた夜9時にお会いしましょう。ありがとうございました。